水原箇条を後にして、今度は南関山城というところに向かいます。ここはソウルの南の郊外にあたります。この山城は何回もあったその戦にも陥落しなかったという優れた城なんですね。そして一部修理したところはあるものの、鉄砲おざまというんですかね、鉄砲を撃つ穴、そういうものがまだたくさん残っててですね、そしてしかし大変でした。アップダウンのこの城跡、城壁の跡をですねずっと歩いたんですけども、また大汗をかきました。